1922エール・サドラーは、イギリス生まれで、オーストラリアで活動した日本文学、文化研究者、シドニー大学名誉教授。日本にも、明治大正時代に滞在し、夏目漱石らに英語を教えた。ロンドン生まれ。1908年オックスフォード、大学セント・ジョンズ・カレッジ卒、1911年度修士課程修了。ヘブライ語専攻だったが、エドワード・モースチョ。 日本の家と環境を読んで、日本に興味を抱き、1909年に来日。岡山の第六高等学校と学習院高等科で教えた。滞在中に知恵根結の女性と結婚もし、日本文化に親しんだ。1919年曲日少女君。日本では、同国人のバーナード・リーチや、学習院出身者を中心とした、白樺派の同人らと交流し、特に、 武者の工事さね圧を高く評価していた。1922年にジェームズ・マードックの公認としてシドニー大学東洋語文学科教授となり48年定年まで東洋史と日本語を教え名誉教授となった。給与はオーストラリア国防省から支払われており、オーストラリア陸軍大学でも同時に教えていた。太平洋戦争時は日本語通訳者の育成のほか。 軍庁法部において暗号解読に携わった可能性もあるが、その一方で日本との関係から妻ともども監視や嫌がらせの対象となった。引退後はイギリスに帰り、ガンにより亡くなった。平家物語を初めて英訳したほか、北条記や岡倉天心の茶の本を英訳し、実著として日本の建築や庭園、茶の湯、農狂言歌舞伎などの本を上司。 日本文化を幅広く紹介した。オーストラリアでは日本学の基礎を築き、教え子にはオーストラリア国立大学、クイーンズランド大学で日本学を教えたジョイス・アクロイドなどがいる。2011年には浮世絵や日本の創作版画の紹介に貢献したサドラーと日号版画交流を探った展覧会ジャパン・イン・シドニー、プロフェッサー・サドラーモダニズム、 1920から 30S がシュドニー大学美術館で開催された。1916年にイギリス人宣教師と日本人女性との娘、エヴァ・ボタン・セーマーと結婚したが、子供はいなかった。エヴァは日本で生まれ、6歳から6年間ダブリンの寄宿校、アレクサンドラ女子学校で学び、2年間日本で過ごした、後英国の高校に進学し、九百十三年に、 帰国した。友語夫婦は、シドニー郊外のワラウィーに、英国風の自宅を建設し、庭に茶室を作り、友人らを招いて、茶の湯やいけば花でもてなした。アーサー・リンジー・サドラー・ウィキートリー・オーストラリア、大使館サドラー、アーサー・リンジー・オーストラリアン、ディクショナティ・オブ・バイオグラフィー、ハット・ ABCDEF ・ザ・スタディ・オブ・ジャパニー、オーストラリア、 A unique development over 80 years Japanese studies around the world 2003 vol.30 May 2003 P3440 ABCD Japan in Sydney Professor Sadler and Modernism 1920から 30S Curated by Chiaki Azioca and Maria Tolno Toleran Editors Luke Parker and Ann Stephen University Art Gallery ザ・ユニバーシティ・オブ・シドニー f Sydney 3 April 26 June 2011プロフェッサー・サドラーエス・ガーデン・アット・リベンホールウォーレイ・オーストラリアン・ガーデン・ヒストリーボリューム20ナンバー2ありがとうございます